日本とアメリカの日米同盟が大事だってよく言われるじゃないですか。だけどそれ本当に大事なのかって思ってる人いませんか？この動画ではなぜ日米同盟が大事なのかということを改めて紹介したいと思います。本当に大事なのかなという疑問は新聞が煽っている面があると思うんですよね。まあ、例えばこのチャンネルではレギュラーの朝日新聞なんていうものがありますよね。19日の社説にはこんな一節がありました。安倍氏は退任間際に公表した談話の冒頭、安保法成立を大きな進展と位置づけ、日米同盟はより強固になったと自賛した。だが同盟強化が全てなのか、これもまた長期政権の負の遺産の一つであり、首相の交代を機に欠陥を正す議論を始めるべきだ。同盟強化が全てなのか、長期政権の負の遺産って、この新聞正気なんでしょうか？あまりにもズブズブなのは確かに問題があるでしょう。力関係でいうとやっぱりアメリカが強くなってしまいますからね。ただ日本としては軍事力をいきなりもう倍増ぐらいのねことをするなんていうことはできないわけじゃないですか。そう現実的に考えると、アメリカとの同盟を軸にいろいろ考える必要があるんですよ。まず日米というのは過去に大戦争をやりましたよね。もうお互い戦うのはコリゴリです。同盟を組むっていうことはもうこの日米で戦うっていうことは基本的にないわけじゃないですか。まずこれだけでもね大きなメリットです。さらに今問題なのは中国の台頭であり、不穏な北朝鮮の存在です。東アジアの安全保障環境が変わってきた今、日米同盟の重要性というのは昔に比べてさらに上がっています。より日米で強固な関係を築きつつ、日本独自でもやはり防衛力をしっかり鍛えていく必要があるんじゃないでしょうか。何かと向かい合う時、敵が少なくそして味方が多い方がいいっていうのは当然の理論だと思います。特に強い味方ね。そう考えると圧倒的な軍事力を持つアメリカと組むっていうのは非常に強いわけですよ。近年中国が軍事力をどんどん伸ばしています。ただアメリカはさらにその上にいるんですね。だからこそそのアメリカの影響力というのは大きくて、まあ、日本が何か各国とね相対する時にもその日本の背後にいるアメリカの影を見ちゃうわけですよ。まあそれはそれで一独立国の日本としてどうなのかなっていう議論も当然あると思いますけれどもね、そういうのが根本にあるのに朝日新聞は負の遺産とか言っちゃってるのは本当にやばいですよ。朝日新聞が日本を弱体化させるためのプロパガンダ機関だと、まあ、考えると妙に納得できてしまうんですけども、天下の朝日新聞ですからね、そんなことはないですよね。逆に日米同盟に亀裂が走った時どうなるのかという話も大事です。そこで考えるべきは2009年から12年まで続いた民主党政権でしょう。普天間基地の移設問題では鳩山政権の長がですね、あれ問題発言したでしょう。最低でも県外とか、そういったちゃぶ台返しで日米関係が悪化しましたし、まあ政権の基盤も弱かったので、もう周辺国からめっちゃ舐められてたわけですよ、当時の日本というのは。振り返ってみると、尖閣諸島中国漁船衝突事件は2010年9月7日、ロシアのメドベージェフ大統領が北方領土に上陸したのが2010年11月1日、韓国のイ・ミョンバク大統領が韓国大統領として初めて竹島に不法上陸したのが2012年8月10日です。これらの重大事案は全て民主党政権時代に発生しています。そして日米同盟が、まあ、ちょっと悪かった時期ですよね。アメリカの後ろ盾がない日本なら押しても大丈夫っていう、まあ、そういう冷徹な世界ですよ。関係が修復そして良好になっていったのは安倍政権以降の話です。まあ、やっぱっていうか普通に考えたらわかると思いますけど、日米同盟って大事なんですよ。その路線を引き継ぐとする菅総理もですね、その辺はちゃんと分かっています。発売中の文藝春秋の紀行では、冷徹な世界を認識した上で日米同盟を一層強固にしていくことが欠かせないとしています。さらに日米同盟に関連してですね、韓国との関係についても言及しています。韓国との関係を考えても米国の存在は大きい。そのことを誰より分かっておられたのが安倍総理です。日韓両政府は15年末慰安婦問題の最終的かつ不可逆的な解決で合意しましたが、これまでの経緯を考えれば韓国側が合意を覆す可能性もゼロではなかった。そこで総理の指示のもと、米国政府に合意を歓迎する声明を出してもらうべく外交ルートで調整し承認となってもらったのです。こうした外堀を埋める外交も時に必要だと感じました。もっともこれほど早く日韓関係がおかしくなるとは思いませんでしたが、日本と韓国
どちらがゴールポストを動かしているか、承認の米国もよく分かっているでしょう。米国も巻き込んだということですね。ただ韓国がもうなんていうか日本の認識を上回るほどのスピード、そして悪さをやっちゃったっていう、こういった教訓もありますので、菅政権でもそんなに韓国に優しくなんていうことはないんじゃないかと思います。日米関係は菅政権になっても基軸となりますし、今後も関係の強化が続いていくでしょう。20日に行われた日米電話首脳会談でも、両首脳は日米同盟を一層強化させていくことで一致したということですから、一安心です。トランプ大統領は24時間いつでも何かあったら電話してほしいとも述べたとか、先ほどもちょっと触れましたけれども、米国との関係強化といってもそれは隷属になってしまってはいけませんからね。しかし厳しさを増す東アジアの安全保障環境を考えると、関係を強化していかなければいけないというのもまあわかると思います。一部のアレな人以外は。みんな仲良くなんていうのは幻想でしかありませんからね。だって個人単位でも仲良くできないものを、なんでそれ国家単位でできるって思っちゃうのか、まあ、その辺やっぱ左派分かってないですよね、まあ、もしくは分かってるんだけどもあえて言っているか。でさらに言えば、あの左派こそ超喧嘩腰っていうね。そんなところで今日は以上です。チャンネル登録もぜひお願いします。